おはよう、ゆめかです。ピンク、ラテ、ティー、ビー始まるよ。イエーイ。今日の企画はなんだっけ、 GMRWM ゲットなんとか With me。 もうわかんないんですけど、ゆめかと一緒に朝の準備をしようっていう動画です。イエーイ。ここ開けたいんですけど、住所がバレちゃいますよね、ここ開けちゃうと。だからちょっと顔だけ出しておきます。顔を洗っていくんですけど、顔を洗うときはお湯で洗います。お湯で洗うと毛穴が開くので、水じゃなくてお湯で洗った方がいいです。そして使う洗顔がこれ、マッサージジェル。泡立てなくていいし、化粧のりも良くなるし、マッサージできるから朝はこういうジェルも使います。で、お湯でまず顔をぬらしていきます。ジェルを出します。まず顔全体に塗っていきます。鼻の先とかこういうところでこうやってやると超いい。まずここをこう上げる。そして目の下なぞる。でこの眉下もこういう感じにして、眉毛をこう挟んで、そしたら鼻は思いっきりこう挟んで上にこう持ってって、これを繰り返す。あとこっちにこうやって流すのもメイクさんが言ってくれる。で、これは普通にみんなやってる王道のね、マッサージ。こめかみとかも押しとくといいらしいです。何がいいのか分かんないけど、洗顔が終わったら水。水は毛穴を引き締めてくれるので、終わったら水です。洗顔したので化粧水を塗っていきます。これはモイスチャージオールインワン保湿液、化粧水乳液美容液が入ってます。1本で済むスタイルなんですが、朝ってなんかめんどくさいし、これはなんか潤いがすごい。この時はちょっとマッサージしとこう。乾燥する肘とかにも、膝にも。やばい、ボサボサすぎる。こんな感じです。スキンケア終わり。次は髪の毛をやっていきます。こういう粗い櫛絶対持っといた方がいい。普通の櫛でとかすより、こういう櫛でやった方がなんかね、サラサラになるっていうか毛が軽くなる。とかします。まずこう毛先からやって、だんだんこう上の方に。じゃないと絡まった時にめんどくさい。よし、とかしました。前髪と後ろ髪に分ける。今日の髪型は緩いお団子にするので、緩いって言っても適当にお団子とかじゃなくて、可愛くお団子を作りたいです。ということで、低いところで、ね、お団子をまず作っていきます。今からする髪型ね、お気に入りだからみんなに真似してほしい。姫からはちょっと毛が超まとまりづらい髪質だから櫛使うんですけど、手ぐしでやればいいと思います。耳よりちょっと上ぐらい。そしたらもう一個ゴム使ってくるくるして巻きつける。来ました。そしたら遅れ毛を出します。ここも遅れ毛ってない人いるのかな。多分みんなあると思うんだけど、遅れ毛がないって人は作るしかないかな。これは遅れ毛が出せたので、アイロン、サロニアよりいいアイロン、あんまり出会わないの。いいんだけど、全然使えるけど、ひめかにはサロニアが合ってるって感じ。温めます。温めてる間にまとめ地をやります。遅れ毛だけこう持って、ここはこうする。で、遅れ毛をこう巻く。ほら、めっちゃ可愛くない？いい感じ。こっちもこう巻く。可愛いですよね。で、こっち多分もうここは冷めたので、この毛先をこっち、前髪やります。今日のね、この緩い髪型だから、前髪ねピシって綺麗になってたら不自然なんですよ。だって髪型緩いのになんで前髪そんな綺麗なのってなるじゃないですか。だから前髪もしっかりやらずに、うねりを直すだけって感じ。よし、いい感じじゃない。で、ここをこう引き出す。引き出すことで緩い感じが出る。手ぐし感とかも出るし、全然引き出せない。お団子にする前にやった方がいいかも、これ。ワックスなんですけど、これ超いい匂い。めっちゃいい匂いするの。もう香水とかよりいい匂いする。香水の匂いなんかあんまり好きじゃないんですよね。香水感があると嫌です。歯磨きします。ナイトルーティーンの時に言ってた歯磨き粉です。これはなんかアメリカに売ってるやつなんですけど、いとこが帰国子女なんですね。だから、買ってきてくれました。って言っても、そのいとこのお父さんが買ってきてくれたんですけど。歯磨きしたい時って決まらへんね。
髪だけ終わりました。部屋でメイクをします。薬用のリップ塗ります。したらウユクリームを塗ります。あの、ひめかちゃんどうやってジグロから色白くなったんですかってよく言われるんですけど、見ての通り全然色白くなってないんですねだけどこうウユクリームで白く見せてます。ウユクリームね、本当にちょっとでもね多いとやばいから、勉強に本当に少なく、鏡ないところでやってるからさ、小さい鏡でやろう。コンシーラーを塗ります。コンシーラーを塗る場所はクマと鼻の穴の上、ノーズシャドウより外側のところと、今ここにあの水疱瘡の跡があるから、そこもこの口角のここは気分によるんですけど一応塗ります。日によって塗る日と塗らない日があります。はい、今日は塗りました。塗ってすぐこうぼかすよりは全部塗って時間を置いてからやった方がいいです。チークはアイチークカラーオレンジ、この一番でかいブラシでポンポンして、気持ち、ひめかはこう横に入れるやつが一番自分に合ってると思う。丸く入れるとか三角に入れるとかより横に入れる方が合ってる自分に。内側が一番濃くてだんだんこう薄くなってる。次は眉毛描きます。こう2種類あるんですけど、こっちの一番下の硬いブラシで描きます。一番下と薄い色のところにこうトン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 取って眉尻から描きます。眉頭より眉尻が濃い方がいい。眉頭濃いとねちょっとブシャイク。眉尻から描いて眉頭にだんだんぼかしていく感じ。眉毛ちょっと長い方が大人っぽく見える。眉尻の下が描けました。足りてないところをこう足していく。眉尻をスタンプみたいにポンって置く。でこう指でぼかす。ノーズシャドウを描きます。姫香の描き方なんですけど、細い筆で、しかもこの色じゃなくてこの一番濃い色をちょっと取ってここにこう全部出してポン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 って描いてます。ノーズシャドウを描くのって楽しいですよね。わかるかな誰か。けど超むずい。オッケー。したらちょっと柔らかい、さっきより太いぐらいのブラシで薄い色のところを取ってこうぼかしていきます。そしたら次は手でぼかします。難しい。これはイアグラムのハイライトを塗ります。こう手に取って鼻のここに、ここわかるかな、わかりにくいな。ハイライト塗りました。そしたらこのこことこことここ、アヒル口にして塗って、こんな感じ、ちょっとなんかツヤ感が出た気がする。ひめかはアイシャドウの前にアイラインを塗る人なので、アイラインを塗ります。ブラウンのアイライン。ブラウンじゃないとちょっと目がきつい顔になる。黒だと最近ひめかメイク濃くしちゃいがちだから薄くします。まず優しくしたいから、優しい感じにしたいから、ここ太めに入れます。黒目の上だけ描いてだんだん細くしていきます。こんな感じで。そしたら目の形に沿って垂らしていきます。前までずっと跳ね上げてたんですけど、最近はナチュラルが好きです。こんな感じで目の形通りに描きました。そしたらこっちも同じように黒目よりこっち側を太く、あ、太くなっちゃった。アイライン描きました。アイシャドウをやります。その前に目の下を黒くしていきます。涙袋ラインで二重幅も足していきます。よし。で涙袋も描きます。できました。でもこれこう見たら不自然なんですけど、意外とほら不自然じゃないですよね。こうやって見るとアイシャドウします。どれにしよう。ピンクラテのこれを二重幅オーバーで塗っていきます。ベースとして塗った色をブラシに余った感じでこのままここにねこう塗るんです。ちょっと入れるだけって感じ。したらじゃあユアグラム、ユアグラムのこの色をさっきよりちょっと濃いぐらいの色を二重幅だけに塗ります。チップで塗ります。なんでアイラインを先に描くかっていうと、アイシャドウを先に描いてアイラインするとアイラインのノリが悪くなる気がするから、アイラインを先に描く。あとアイラインをぼかす作業がいらないし、アイシャドウでぼけるから。目尻多めに塗ります。そしたら次この硬い細いブラシで一番濃い色を取って目の下にこうまっすぐこう入れて
きます。ここに到達したら、その到達したままここをこう足す。こんな感じです。次、涙袋やります。涙袋は絶対チップで、こことこれにします。この真ん中の色を結構多めに取った。こだわりはないんですけど、普通に涙袋に塗ります。塗れました。ピンクラテのこの白いのちょっと足してみたいと思います。これはかなりいいですね。じゃあ次、まつげやります。まつげに使うのはこのビューラー、これが一番上がる気がする。どこだかわかんないです。とにかくビューラーです。まず一番根元をギュッてやって、上にこうだんだん角度をつけてあげます。次はこの目頭の方のビューラーをこう外側に離していく感じでやります。これで一旦マスカラするんですけど、まだビューラーは終わりじゃないです。これドンキで買った、ブランドはわかんないけど花柄でした。ここが最初ハゲちゃったけど、結構太めの、ここが太め、塗るところが太め、全体にこうこうしながら、こう下まつげはヒロインメイクのブラウンです。下まつげはブラックでもいいかな別に、けどナチュラルメイクが好きだから、下まつげ本当にガッツリやった方が漏れる、躊躇なしでやった方がいい。で、上まつげが乾いたと思うので、次、さっきこう根元だけやってたので、毛先だけ掴んで上にやります。さっきこう目尻やったんで、毛先はこう若干目頭に向ける感じで。次は下まつげをビューラーで下げていきます。下まつげをこうやってビューラーで下げたら、まつげこうなりがちなので、掴んで外側にこう持っていく。次はリップです。リップはロム&これを塗ります。適当にこうポン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 塗って、指で伸ばしていきます。え、濃すぎる？大丈夫か？いや、濃すぎるな。まあいいや、リップは濃ければ濃いほど可愛いって自負してます。こんな感じでメイク終わったので、服を選びたいと思います。着替えます。着替えました。お布団を畳みます。ご飯は？って思った人いると思うんですけど、今日はねめっちゃ遅く起きちゃって、もうお昼だったのでご飯は食べれませんでした。あと朝ってなんか食べれないし、学校ある日は食べてるけど、ご飯は朝の準備の過程で一番最後に食べてる。で、イヤリングをつけます。これはイベントでファンの方がくれました。ありがとうございます。次はバッグの中に必要なものを入れていきます。まずバッグの中で散らばるから、このポーチ、あ、ドラえもん、これ超可愛いんです。この中に櫛、ハンドクリーム、ピンクラテ、これもうすぐ終わります。で、今マスクしてるじゃないですか。マスクしてるから色付きのリップは持ち歩かなくなりました。そして鏡、目にすぐゴミ入るから、これをこの中に入れて、あと今日はお買い物しないから言ってないんですけど、お財布が入ってる時もあります。あと今撮ってるスマホをこの中に入れます。で、マスクをして出かけます。最後まで見てくれてありがとうございました。これで姫香は出かける用事があるので出かけたいと思います。姫香の朝の準備でした。もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ、行ってきます。